うん、何年だろうね。昭和、こう始めたのは昭和、35年頃だったかな。まあいい町ですよ。うん。まあいい町ってんかな。いい町だよ、まあね。駅の方行ったって、まあ長くいることか、もう何かないまで知ってるからね。みんなね、昔からずっといる人はね、親戚のようなもんだよ。隣も越しちゃった、そっちは前のラーメン屋さんは死んじゃった、ここはやめちゃった、みんなおしまいになっちゃったでしょ。ね、寂しくなっちゃうね。まあ上井町会っていうのは割とですね、静かな町も静かですよね。で、まあいろんな施設ができてもそういうこと特に反対をするわけじゃないし、比較的さまざまな問題に協力的な町会ですね。ずっと昭和26年にこの町会はできたんですけどもね。いい町にはいいお店ができますよ。それでまたいいお店なんとかいい町になってくるんだけども、まあ、そこを通る人はみんなお客さんだというふうな、そういう気持ちでやってましたね。ですから今はちょっと自分のところに来てくれる人には挨拶するけど、その他に通る人にあんまりこう挨拶を遠慮してるっていうのかね、そういうところありますけど、生活するには誠にいいとこなんです、生活するには。だけど私たちはこうずっとここに住んでて、商店街をもっとこの元気のいい賑やかなね商店街になってもらいたいっていうことはもうずっとこう思ってるわけですよ。小さな私鉄沿線のね、小さな駅なりのそういう町文化というもの、仮に草行かなければ味わえないというふうな、そういう町文化をですね、なんとか育てたいなと願っているんですね。まあ、商店街の一員でもあるもんですから、それからその、まあ、植栽っていうか緑が大好きなもんですからね、その両方をなんとか活用してそういうことができないかと思っています。都心も例えば丸の内なんかは莫大なお金をかけて、緑化に励んでいます。素晴らしいと思いますけど、帰ってくると、ああなんだ上草だってその緑の分量って言っては負けてないなと、一生遅れのランナーのようだけれども、実はそういう緑の分量ということにおいては、トップランナーと並走しているんだということを、まあ、気がついたわけですよね。上草本来のもの、まあ、身の丈に合ったものでいいんですけれども、上草本来の魅力なり特色なりっていうものを掘り起こして、そこに言葉を与えてストーリーを作って、みんなに理解してもらえるようなものにして、それを外に発信していくということですね。まあ、自分たちの町を思う以上、その、まあ、よそからもみんなに来てもらいたいと思うし、もっと来館者を増やしたいなという思いがありますね。そうしないとやはり、続いていかないわけですよね。それにそのいい町にするという目標が、そこに暮らす人がいなければ、そういう目標自体成り立たないわけですからね。日曜祭日は弁当屋さんが休みなんだって。 でほら店が忙しいから、床屋さんも、それでほら母ちゃんが作って、従業員にね、あれ食べさせるわけだ。それでうちもほらじゃあ作ってやるよってことでね。昼じゃなくて、
ご主人もすいませんね、いつもね。いつもね。大丈夫です。寝てるんだっけ。来る間に寝ちゃいました。暖かいからこれで。うん、あ、そうだ、そうなんです。かわいいね。なんでこれ見つかったんだろう。でもまだあと3個もある。前からのおじさんだよねっていう人がいる。そうだよって言ったら、ああ、私は嫁に行っちゃってね、来たんだけど、なんかおじさんがやってるの見たけど、前からのおじさんだよねって言ったら、前からのおじさんって何って言ったら、私はもう忘れたろうけど、私はちっちゃい頃、お宅やる来て買ってもらったんだと。それがもう、自分が小さい時のあれ連れてくるものね。225円。はい、どうもありがとうございます。